こんにちは、葵です。今日は酸味のある爽やかな味付けの切り干し大根の和え物のレシピをご紹介していきます。切り干し大根って煮物にするとなかなか子供が食べてくれないっていう悩みを抱えている方も多いと思うんですが、それを今回は和え物という形で子供も食べやすい味付けにしていきます。さらに切り干し大根は通常の大根よりも栄養価もかなり含まれてますので、野菜を食べさせたいという方にすごくおすすめのレシピです。それでは早速作っていきましょう。葵の給食室、今日は切り干し大根ともやしときゅうりと人参、これを使っていきます。最初に切り干し大根軽く洗って水で戻しておきましょう。切り干し大根はこのようにたっぷりのお水で漬けておきます。東和乾物さんのすでに3センチ幅にカットされている切り干し大根を使います。もうカットされているので非常に便利です。切り干し大根は大根を天日干しして作るんですけど、天日干ししてるので風に乗っていろんなゴミとかが付着しちゃうんですね。で、私たちの元に届くまでにそのゴミが付着していないかちゃんと選別をいろんな方々がしてくださっていて、その様子を東和乾物さんの工場見学の際に見させていただいたんですけど、本当にその様子にもう衝撃というかもう感動したのでぜひ皆さんも見てみてください。ちなみに東和乾物さんのお話最近よく出てきますけど、初めて工場見学行かさせていただいたところですごく印象深くて、カットされたものもすごく個人的にいいなと思って皆さんにおすすめしているだけで、決して案件とかではないので、ぜひ皆さんも概要欄にリンク貼ってあるので使ってみてください。材料を切っていく前に最初に調味料を加熱をしておきます。今日はお酢使いますので、お酢を少し加熱しておくと酸味が和らん神々今日はお酢使いますので、お酢は加熱しておくと酸味が和らいで子供がすごく食べやすくなります。お酢にお砂糖、それからお醤油、全部の材料を合わせて先に加熱をして冷ましておきましょう。保育園では量がたくさんありますので小鍋に入れて加熱をするんですが、ご家庭用では量が少ないのでふんわりとラップをして、だいたい500ワットの電子レンジで 2,30 秒加熱をして酸味を飛ばしていきましょう。加熱し終わったらラップを外してこのまま粗熱を取っておきましょう。では野菜を切っていきましょう。野菜は切り干し大根に形状を合わせるので短めの細切りにしていきます。きゅうりは今長めに切ってましたので半分の長さに切っておきましょう。人参も細切りにしていきましょう。人参はもう今日短めだったのでこのままのサイズでいきます。もやしはざっくりと3センチ幅くらいに切ります。もやし揃えるのって難しいのでざっくり横と縦に葉を入れて短くなれば大丈夫です。柔らかい食材なのでちょっと長く残ってても問題ないです。でここでいつもだったらこの切り干し大根を切るんですけれども、今日はもう切る必要がないのでいよいよ全部の材料を茹でていきましょう。まず人参から茹でていきましょう。人参はお水から茹でた方が柔らかくなりますので、お水に入れて火をつけます。人参は沸騰してからだいたい 2,3 分茹でていきましょう。3分経ったので引き上げていきましょう。次にもやしを茹でていきましょう。沸騰したお湯の中に入れて約3分ほど茹でていきます。もやしも3分経ったので引き上げていきましょう。大人はね、もやしシャキシャキで食べたいから1分ぐらいさっと茹でればいいんですけど、子供用なのでちょっとだけ長めに茹でてます。最後にきゅうりも茹でていきましょう。きゅうりは加熱殺菌の意味で保育園では約1分間さっと茹でます。今の人参、もやし、きゅうりのようにアクのあまりない野菜から順番に茹でていくとお湯ずっと同じもの使えるので茹でるのが本当に楽になります。
ほうれん草とか、あときゅうりもちょっとアクがありますので、そういった野菜は必ず最後に茹でるっていうようにしています。きゅうりも1分経ちましたので引き上げていきましょう。今茹でた野菜は流水にさらしてしっかりと冷ましておきましょう。本来は切り干し大根もここに入れて一緒に全部流水にさらすんですけど、切り干し大根長く茹でますので、ちょっとその間にどんどん火が通っちゃうので先に流水にさらします。家のコンロでは多分2箇所同時に茹でたりすると思うのでこの必要はないんですが、1箇所でやる場合は先に冷ましておいた方が火が通らないので食感が良くなります。切り干し大根は水戻ししてザルにあけたら茹でていきましょう。大人用は水戻ししただけでも食べられるんですけれども、お子様はこれだと噛み切れませんのでしっかりと茹でていきます。このままね食べても美味しい美味しいんですよ。で、切り干し大根は水から茹でていきます。根菜類なのでしっかりと水から柔らかくしていきましょうバリバリうるさいかな。そしたら加熱していきます。切り干し大根はだいたい13分から15分ぐらい、ちょっと長めに茹でておくと子供がすごく噛み切りやすく歯切れも良くなりますので、ちょっと長めに茹でましょう。15分経ちましたのでザルにあけて、こちらも流水にさらして冷ましておきましょう。では全ての野菜の水気を絞っていきましょう。この水気をよく絞った方がより材料がなじみますので美味しくなります。ここかなり力いりますので、ご家庭ではパパにやってもらってください結構ね、保育園だとかなりの量をこの水切りをしていきますので、終わった頃にはね腕がだいぶ痛いんですよここがね一番大変なところです。切り干し大根って栄養価もすごく高くて、この量だと普通の生の大根使うよりもカルシウムと食物繊維が約2倍多く含まれていて、保存もできるし何よりよく子供が噛むんですよ本当にね、噛んで食べてくれるので咀嚼力強化にもつながるし、かなりねいいんですよ乾物って。なので多分保育園の給食って切り干し大根とかひじきとかそういう乾物を使う献立って結構多く出てくると思うんですけど、それはねそういう理由から使ってます。まあ一番はね栄養価が上がるっていうところなんですけど、切り干し大根ってこう煮物のイメージがありませんか？多分煮物をする方も多いと思うんですけど、このサラダにすると子供の食べ具合がだいぶ良くなります。煮物だと苦手な子も多少いるんですけど、切り干し大根のサラダだとほぼ全員食べますね。いろんな他の味付けのレシピとかもあるのでまた切り干し大根のおすすめサラダレシピはたくさんご紹介していきます。水気しっかり切り終えたら、最初に加熱して冷ましておいた調味料を入れて和えていきましょう。このサラダが抜群に美味しいんですよ病みつきになるこの甘酸っぱいタレが、もうね作ってる段階から本当にすごいいい匂い。お、切り干し大根もいい色に変わりましたね。もうすでにニヤついてますけど顔が。私サラダはなるべく冷やして食べた方が味なじみが良くなりますので、時間があるときは冷蔵庫に入れてから食べるようにしてください。葵の給食室、給食給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んでみんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。もうさ、匂い嗅ぐの癖なんだけど、もう匂いだけで美味しいよ。いただきます。大満足美味しい、甘酸っぱいタレが美味しい。これはすごいさっぱりしてて美味しいです。お酢とお砂糖のやっぱりこの甘酸っぱいタレがすごく食欲をそそる香りと味になっているので、
もう口に入れた瞬間からふわっと爽やかな香りがきて本当に美味しいです。先ほども言ったように水分をよく絞るっていうのと、あと冷蔵庫で冷やして味なじみを良くした方がより美味しくなりますので、ぜひそのようにして食べてください。もうこれだったら永遠に切り干し大根食べられるぐらい美味しいので、ぜひちょっと切り干し大根が苦手なお子様とか、あと野菜を食べてもらいたいっていう場合は、この切り干し大根を使うと栄養価もかなり上がりますので、本当におすすめです。保育園ではカレーライスとかだとこうパクパク結構スピードよくみんな子供たち食べちゃうので、ちょっと箸休め的な形でこういった噛み応えのある切り干し大根のサラダっていうのを入れておくと、カレーバーッと食べてもここで一旦よく噛んでくれるっていう風になりますので、そういった組み合わせをするのもおすすめです。 YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。